今回の動画はですね、Eトレインショーティー都営三田線6300型3次車2両セットを開封したいと思います。ちなみに都営フェスタで購入しました。都営フェスタで他にね、こんなものも買いましたけどね、まあ、これはね後日別の動画であげたいと思います。あとね、これを買ったらね、おまけももらいました。はい、これですね。都営浅草線のサランラップですね。はい、こんな感じです。側面にね、トアランが載ってます、ね。はい、こんな感じです。で、あとね、都営浅草線の新型車両、5500型のクリアファイルももらいました。こんな感じです。はい、裏はね、こんな感じですね。はい、なんか E235 系みたいな扉がね、こんな感じで、載ってます。では早速 B トレの方を開封していきたいと思います。はい、というわけでね、こんな感じで開きました。まあ、いっぱいね、パーツがありますね。次にシールを見ていきたいと思います。シールの方向膜の行き先を上から順に読んでいきたいと思います。都営三田線をご利用くださいまして、ありがとうございます。この電車は西高島平行きです。各駅停車、西高島平行きです。高島平行きです。白金高輪行きです。急行日吉行きです。日吉行きです。となっております。次にね、この三田線のビートルをね、一瞬で組み立てていきたいと思います。ね、こんな箱にね、無理やりね、詰めていく感じですね。こんな感じで詰めていきます。はい。全て詰めていきます。はい。で、今からね、魔法の光をね、やってます。で、そうするとね、一瞬で完成します。では、魔法の光をかけて、一瞬で完成させたいと思います。白い光の中に。はい、というわけでね、魔法の光を当てたんでね、多分、完成したと思います。ではね、開けていきたいと思います。はい。こんな感じでね、魔法の光を当てたんでね、一瞬で組み立てが終わりました。ではね、車両の方を見ていきたいと思います。6号車から順に見ていきたいと思います。前面の方向膜の行き先は、都営三田線をご利用くださいまして、ありがとうございます。この電車は、東急線直通、日吉行きです。車両番号は、6324-8 です。続いて、6号車の側面です。次は、4号車の側面です。4号車は、弱冷房車です。車両番号は 6324-4 です。続いて2号車です。車両番号は 6324-2 になってます。2号車はパンタグラフがついております。パンタグラフはひし形パンタグラフです。続いて西高島平寄りの先頭車両1号車です。車両番号は 6324-1 です。西高島平寄りの先頭車はこんな感じになっています。まあこんな感じでね、都営地下鉄のビートレがね、全路線揃ったので、まあこれからね、いろいろやれると思います。まあ6300型のね、Nゲージ化はね、まあいずれやると思います。というわけでね、以上、都営三田線6300型のビートレを開封しましたでした。